マイケル・ボールは、イギリス、イングランド生まれの俳優、歌手である。ミュージカル、レ・ミゼラブルのマリウス・ポン・メルシー役、オペラ座の怪人のラウル役、アスペクツ・オブ・ラブのアレックス・ディリンガム役などで知られ、ローレンス・オリビエ賞のミュージカル主演男優賞を2度、受賞している。大英帝国勲章の受賞者である。1962年、イングランド、ウスターシャーのブロムスグローブで生まれる。 ユースシアターに参加した後、ギルフォード演劇学校で演技を学んだ。初舞台は1984年、ウェールズのアベリスト・イスで上演されたミュージカル、ゴッド・スペルであった。その後、マンチェスター・オペラ・ハウスで上演された、ギルバート・サリバンのコミック・オペラ、ペンザンスの海賊に出演した。この時キャメロン・マッキントッシュから注目され、後にクロード・ミシェル・シェーンウェルク作曲のミュージカル、 レミゼラブルのマリウス役のオリジナルロンドンキャストに誘われた。1985年23歳の時に同役でウエストエンドデビューを果たした。1987年にはアンドルー・ロイド・ウェバー作曲のミュージカルオペラ座の怪人のラウル役を演じた。1989年にはロイド・ウェバー作曲のミュージカルアスペクツ・オブ・ラブの主役アレックス役を オリジナルロンドンキャストとして演じた。1990年には同役のオリジナルブロードウェイキャストとしてニューヨークのブロードウェイでのデビューを果たした。1992年にはユーロビジョンソングコンテストにイギリス代表として出場し2位となった。その年に発売したアルバムマイケル・ボールは全英アルバムチャートで1位を獲得した。1995年にロンドン。 ロイヤル・アルバート・ホールで行われた、レ・ミゼラブル10周年記念コンサートでは、マリウス役で出演した。1996年には、スティーブン・ソンド・ハイム作詞作曲のミュージカル、ファッションにおいて、ジョルジオ役をオリジナルロンドンキャストとして演じた。また、ワンマンショー、アローン・トゥ・ヤザーを上演した。1998年には、ロイド・ウェバー50歳を祝うコンサート、 アンドルー・ロイド・ウェバー・ロイヤル・アルバート・ホール・セレブレーション、バービーカン・センターで行われた、ソンド・ハイム・ムツ・ナイト、キャメロン・マッキントッシュがプロデュースした作品のコンサート、Hey, Mr. Producer に出演した。2002年には、シャーマン兄弟作詞作曲のミュージカル、チキチキバンバンにおいて、カラクタカスポッツ役を、オリジナルロンドンキャストとして演じた。2004年には、 アイルランドで上演されたロイド・ウェバー作曲のミュージカル、サンセット・オ通りコンサート版において、ジョー・ギリス役で、ペトゥラ・クラークと共演した。2005年2月には、ロイド・ウェバー作曲のミュージカル、ウーマー・ミン・ホワイトのホスコ・ハクシャク役を、マイケル・クルフォードから引き継いだ。9月には、ギルバート・アンド・サリバンのコミック・オペラ、ペーシェンスで、ニューヨーク・シティ・オペラデビューを果たした。11月には、 ブロードウェイにトランスファーされたウーマンイン・ホワイトにおいてフォスコ白爵役をオリジナルブロードウェイキャストとして演じた。2006年にはロイヤルコート劇場で上演されたリチャード・オブライエン作詞作曲のミュージカルロッキー・ホラー・ショーのチャリティ・コンサートにおいてアンソニー・スチュワート・ヘッドと共にフランクン・フルター博士役で出演した。 2007年6から7月にはイングリッシュナショナルオペラで上演されたミュージカルキスメットで主演を務めた。また10月にはウエストエンドに戻りミュージカルヘアスプレーでエドナ役をオリジナルロンドンキャストとして演じた。この役で2008年のローレンス・オリビエ賞ではミュージカル主演男優賞を受賞した。2010年10月2日に オーニアリーナで行われた、レミゼラブル25周年記念コンサートのフィナーレでは、マリウス役のオリジナルキャストとして登場し、出演者たちと、ワンデーモアを歌った。2011年、チチェスターフェスティバル劇場で上演された、ソンドハイム作詞作曲のミュージカル、スイーニー・トットにおいて、トット役として、イメルダ・スタウントンと共演した。2012年には、ウエスト・エンドでも上演され、 2013年のローレンス・オリビエ賞では2度目のミュージカル主演団優勝を受賞した。2016年以降、アルフィ・ーボーと共に3枚のアルバムを発売している。前衛アルバムチャートで、Together With, アルフィ・ーボー、Together Again With, アルフィ・ーボーは1位、Back Together With, アルフィ・ーボーは2位を獲得した。2018年2月には、初来日し、 東急シアター・オーブでアルフィ・ーボーと共にコンサートを行った。2019年3月に発売されたソロアルバムカミング・ホームは・ツー・ユーは全英アルバムチャートで1位を獲得した。また8から11月にはウエスト・エンドのギール・グッド劇場で上演されたレ・デミゼラブル・ザ・オールスター・ステージコンサートにおいてジャベール役を演じた。2020年4月には キャプテントム・ムウーアとデュエットしたシングル、You'll Never Walk a が全英シングルチャート1位を獲得した。この作品は NHS のスタッフによる合唱団との共作で収益は NHS のチャリティへ寄付されるものである。トム・ムーア位の99歳11ヶ月での1位獲得は70年近い全英チャート史上最高齢であった。 キャストアルバムソロアルバムコンピレーションアルバムありがとうございます。